はい、予想 TV をご覧の皆さん、こんにちは。本日は産経大阪杯、我が社の社杯ですね、の調教チェックということで、大阪産経スポーツの森本明夫記者と、正木茂記者に調教チェックしていただきます。まず森本さんですけれども、はい、やっぱりそうですかね、やはり絆を置いて、語れませんね。まあ今日も武豊騎手を背に、6分77秒9ラスト11秒9、その速い時計を重い馬場で馬なり、まあ合わせた馬を5、6馬身ぐらいを追走したんですかね。直線スッと並びかけてスッと離すと、さすが絆、先週もいい時計で、素晴らしい動きを見せていましたですけど、今週もさすが絆という動きで、万全の体勢で臨めるんじゃないですかね。やっぱり叩き2走目で上向いてる感じですか？そうですね、確実に、上向いていますね。まあ、今の状態でしたら間違いなく持てる能力の 100% の近い、力を出せるんじゃないですかね。それともう一頭エアソミュールですね。これもデムーロ騎手を背に、ヒーダルコースで、合わせ馬、全く持ったままの馬なりで、すっと内から先着した動き、警戒そのものですね、いい具合で出走、できると思います。はい、正木さんどうでしょうか？はい、そうですね、まあもう絆はね、もうやっぱり叩き2走目で、もう順当にまあ勝てるんじゃないかなというぐらいのやっぱり仕上がりになってますよね。まあ問題はやっぱりね、逆に相手候補だと思うんですけど、ちょっとね馬場がね微妙なんでね、ちょっと渋ったりするとまあ紛れもあるのかなという感じで、その中で筆頭でねやっぱり押したいのは、調教も含めるとやっぱりカレンブラックヒルという馬がね、展開面でもこれすんなり前に行けそうですし、それにやっぱり道悪が上手、それにね状態面がねやっぱりこの馬やっぱすごくいいですね。今日の反応で一応松山騎手が乗って、まあそんなに目いっぱいじゃなかったんですけれども、それでも4波論51秒7、12秒4、もうとりあえず走る気がね、やっぱり5連勝した頃のこうもう意欲がこう出てて、どういうんですかね、前面に押し出されてるという感じで、推進力がねもう抜群でしたね。ちょっと僕最初はちょっと軽視周始めはしてたんですけど、ちょっとこの状態ではやっぱりバカにできないなという感じでした。それからあと浜中騎手が騎乗しました、湘南パンドラ、もうこれはね先週結構やってますんで、今週はもう馬なりで最後姉妹だけだったんですけど、まあその姉妹の伸びがねやっぱり実にシャープでしたね。まあやっぱこの馬やっぱ男馬相手になる分ね、割引必要でしょうけど、案外牝馬でも、やってくれるんじゃないかなという気がしてます。以上です。ありがとうございました。